同盟会入りの通知は今日会長の大村英明愛知県知事名で県に届きました書面で総会を実施し静岡県の加盟を図ったところ全会一致で承認されたということですこれを受け川勝知事は水資源などへの影響の回避とリニア中央新幹線の早期実現を両立する観点から地域の理解が得られるよう JR 東海との対話を進めている臨時総会においてしっかりとした説明と意見の共有に努めてまいりたいなどとコメントを発表しました規制同盟会はこれで静岡県を含めた沿線10都府県で組織されることになります